バックトゥーザフューチャーという映画がですね、30年ぐらい前にありまして、私もまあなんか真剣にあんまり見たり感動したりした覚えはないんですけども、結構多くの人が感動しておりまして、そのバックトゥーザフューチャーという映画がですね、できてから2だったかな、30年ほど経ってですね、ちょうどそのバックトゥーザフューチャーというのが30年前に2015年の状態を予測しているということで、まあ、にわかにテレビの話題になりました。まあ、これについて、なかなか面白い、社会状態というかですね、科学とか社会を見る、いい、題材になると思いまして、これ取り上げました。まず一つ、私が非常にこう奇妙に思うのはですね、テレビ各局がほとんど横並びで、このバックトゥザフューチャーを取り上げていたということですね。NHK もかなりの時間を割いて取り上げておりまして、全く同じ内容でしたね。まあ、30年前にこういう映画があったと。それは2015年の今日のことを予測している。一体その予測はどうだったんだろうか。現実にその予測の中で当たっていたものと当たっていないものを、まあ、示すという。まあ、確かに話題としてはいいんですが、実はしかし NHK をはじめとして、テレビ局がほとんど横並びするという、まあ、テレビ局というのはですね、他社がやってると気になるんですよね。自分はこのニュースを流すという、これが大切であるというような判断よりかですね、他の局が流したら自分のところも流さんといかんという、まあ、本当は逆なんですけどね。テレビ局というのはどっちかというと、報道というのはですね、その独自のものを流してやっぱり評判を取るというのが本当だと思うんですが、まあ、なかなかそうは言っておりません。しかし、まあ、この問題も本当はちょっと考えとかないといけないんで、まあ、ニュースだったらですね、大体各局が同じ事件、つまり重要なニュースってのはまあ決まってますからね。国際関係の大きなニュースとか、国内でも大きな政治的変動だとか、殺人事件といったものはもう誰でもこれは大きいことだなと思うんですが、まあ、こういったバックトゥザフューチャーみたいな茶の間の話題みたいなものがですね、各局の横並びになるっていうのは、まあ、ちょっとこれは、まあ、考えさせられますね。ところで、まあ、それは予備的なもので、今回第1回は科学と予測という問題について、少し考えてみたいと思いますが、未来、人間というのは未来を描くということが科学でも政治でも可能なのかと、社会でもですね、そのことをちょっと考えてみたいと思いますが、私はですね、今までの未来予測ですね、例えば人口が大きくなって破綻するだとか、まあ、環境問題なんか多かったんですけども、非常に環境が汚れるとか、それから、資源がなくなるとか、それからか、政治の分野では、例えば私がいろいろ研究したというほど研究とは言えないんですけど、勉強した中ではですね、封建時代、殿様がいる時代に民主主義を考えたかという問題を一時、イギリスの論文といいますか、いろんな論説を読んで、封建時代の人が、イギリス人が、民主主義というものを考えたのかということを見てみますと、やっぱり考えてないんですね。思いつかないんですよ。つまり、どうしてかっていうことを、それずっと見てみますとね、未来予測というものを人間がするときに、現在の自分の頭の中にある以外のものは思いつかないんですね。ということは、未来予測で行うのは、現在の自分の頭の中にあるものだけだということなんですね。まあ、当たり前で人間は自分の頭の中にあるものしか、その想像できないわけですけども、そうしますとですね、まずノーベル賞は生まれませんね。っていうのは、ノーベル賞というのは今までの概念にないものを想像した人に与えられるわけですからね。ノーベル賞は生まれないんです。もちろん、ノーベル賞の元になるやつがもうすでに予測するときに見つかってて、その人が20年経ってノーベル賞をもらう、それはあるんですけどね。その時に着想されてないものは、自分の頭の中に浮かびませんね。それから、これまでの人間の発達の歴史っていうのはですね、思いがけないものが できるんですよ。例えば、私がよく例に出すのはですね、1000年前に紫式部のとこに行ってですね、スマホを出して、紫式部にこれで光源氏に連絡してくださいとこう言ったとしますね。そうしますと、紫式部は必ず私に向かって、あなたは悪魔だというに違いないわけですね。というのは、
その1000年前はもちろん電子も分かりませんし、テレビもありませんし、通信もできませんので、私がちっちゃな機械を出してですね、これで光源氏と話してくださいと。で、光源氏にもあらかじめそのスマホを渡しといてですね、紫式部と光源氏、まあ、光源氏は、まあ、物語の中の人間ですが、例えばですね、話したとしますとね、両方ともこれは悪魔だと思いますよ。っていうのは、人間の発達の歴史っていうのはですね、常に、そのある時代に思いついてないことを他の時代に思いつくんですよね。だから、その思いつきがないということは人間の歴史上ありえないんですよ。もう一つ私がよく言うのは、私が名古屋大学で物理を教えてるときに学生に言ったのは、何か鉛筆かなんかをこう、置いたらポッと、重力で落ちますね。この重力はニュートンが生まれる前、ニュートンがつまり万有引力というものを発見する前はですね、どういうふうに説明したんですかと学生に聞くわけですね。まあ、これは昔地下の悪魔が引っ張ってるから落ちるんだと説明したわけですね。ですからこれは人間というのは現在の知識で、周りのことを説明しようとするという特徴を示してるわけですね。で、今までの予測というのが随分あるわけです。まあ、ノストルダムスの予測も含めてですね、学問的な例えば、人口論を書いたマルサスの予測だとか、それから環境破壊を言ったメドウスの予測だとかいっぱいあるわけですが、全部失敗してるわけですね。で、この失敗した予測の間違いという理由もわからないわけです。で、人間がですね、未来を見たいとか、未来を知りたいという欲求を持ってるわけで、これには2つあって、1つは恐れ、まあ、ノストルダムスに代表される、まあ、宗教なんかそうですけども、世の終わりが来るっていう恐れですね。それからある時は素晴らしい社会が待ってんじゃないかっていう希望ですね。まあ、こういったものが人間を未来を見たいという欲求につながるわけで、これは別に悪くないんですけども、それは絶対に 100% 事実とは違うという点で、まあ、結果的にはほとんどの予測は大きな損害を生じております。例えば、まあ、私の分野ですと、あれですね、メドウスの予測ですね。メドウスが2010年ぐらいには、まあ、地球は環境破壊と資源の損失で、まあ、もう成長が全て止まると、まあ、いう計算をですね、当時の大きな計算機をの IBM の360か370でやったわけですね。それはものの見事に外れてるわけですが、しかしその考え方だけは今でも日本でもご婦人方でそう思ってる人がいるんですね。例えば大量生産、大量消費するとなんか環境が破壊すると思っておられる人が多いんですけども、これはメドウスの計算結果なんですね。ところがこのメドウスの計算結果に何が入ってなかったかっていうと、例えば環境関係ですと、脱硫技術、脱硝技術、活性汚泥技術なんかがメドウスには入っておりません。それから例えば資源ですと、資源の新たな探査とか、まあ、現在問題になっているシェールオイルとかシェールガスっていうのももちろん入っておりません。まあ、その他農業もですね、農業生産の向上とかですね、それから紛争地帯における政治的な安定っていうのも入ってません。つまりメドウスが計算した1968年から1970年の時にメドウスの頭の中にあるものしか計算に入ってない。これ当たり前なんですけどね。もう非常に当たり前なんですが。しかしその結果非常に大きな影響を与えました。何にもメリットはありませんでした。つまり間違ったことですからね。よくメドウスのことはメドウスは間違ったかもしれないけども、その環境が破壊するという警告を与えたことは有効だった。全然有効じゃありません。そのために環境保護という点で大きく間違えました。むしろですね、それは当たり前で、事実と違うことを基準にしてやって、いいことなんかはないわけですね。で、まあ、最後にまたこのテレビの放送のことにちょっと触れますとですね、よくテレビ放送は上から目線で、見てる人に選挙に行きなさいとかですね、昔はそれよく言いましたけども、最近は、台風とか来ると避難をしてくださいとかって盛んに言うんですけども、この私は NHK がですね、避難をしてくださいっていうのにいつも違和感があるんですね。避難をしなきゃならないほどの状況になるかどうかということを正確に伝えてくれることは大切なんですが、避難をしてくださいっていうのは
視聴者は避難をするかどうかわからない、自分の情報提供ではわからないから、情報提供じゃなくて指示をするという思想ですからね。だけど私はそういうことを言うよりか、むしろこのバックトゥザフューチャーであれば未来は予測できないということをですね、きちっとこの映画を通じて説明するという方がいいと思いますね。この映画が未来をどのように予測できなかったかという問題は、2番目にちょっと触れたいというふうに思っています。